今日はですね、あまり知られていない日本2位の会社に学ぶ広告商品の作り方、売り方というテーマでお話しさせていただきます。日本の企業で2番目の会社ってどこか、ちなみにご存知ですか？じゃあですね、なんでそんな高いね、驚異的な利益率とか粗利率を出せてるのかというところなんですけど、はい、ダイレクト出版クリエイティブディレクターの山田です。今日はですね、あまり知られていない日本2位の会社に学ぶ広告商品の作り方、売り方というテーマでお話しさせていただきます。まあ、なんでねこのテーマかというと、僕たちね小さな会社にとっては、ね、安い商品も大量にねコンビニとかで売られているような形で、どんどん売ってっていうような形で、利益を出していくっていうのは結構難しいじゃないですか。難易度すごい高いと思うんですね。なので どちらかというとこうね、少ないお客さんに対して高いサービスを売っていくというようなことの方が、成功確率が、非常に高いので、今日は、その参考になるんじゃないかということで、このテーマでお話しさせていただきます。で、日本2位の、会社に学ぶということなんですけど、日本の企業で2番目の会社ってどこか、ちなみにご存知ですか？あんまり、知られてないと思うんですね。僕は結構マーケティングとか経営戦略とかを結構どっぷり勉強するまで知らなかったんですよね、この会社ちゃんと。聞いたことはありましたけどね、軽くは。はい、でちなみに2位というのはその時価総額のことですね。一般的にこの上場している会社で株式で売られているのの全部の総額で全部足した額が大きいところというところですね。それで日本の企業2番目というところなんですけど、実際どこですかね。ご存知だったら結構すごいなというところで、僕全然知らなかったの でちなみに1位ですね。1位はトヨタです。トヨタやろうなというところですよね。で、金額は22兆5636ですね。これ6月3日時点ですね、の金額ですけど、22兆です。ちょっとよく分かんない数字ですけどね。1位はトヨタです。で、2位の今回紹介させてもらう会社が11兆1145億円ですね。はい。で、3位がソフトバンクグループになります。これが10兆7000億ぐらいですね。で、4位がドコモ。4位が NTT ですね。で、5位がドコモです。ね、なかなか名だたる、もうみんなが知ってるような企業ばっかりですけど、2位はどこですかね。言ってしまうと、キーエンスというような会社ですね。ご存知だったでしょうかね。あんまり知名度的にはそんなに有名じゃないと思うんですね。B2B の会社なので、知られていないっていうところ大きいと思うんですけど、具体的に何やってるかというと、ファクトリーオートメーションですねっていうような形を事業でやってますと、ホームページにも書かれてます。簡単に言うと、日本語に直すと、工場の自動化ですね。人がいろいろやってるのを、装置とか入れて自動化していくっていうのを手伝ってるというサポートしているような会社というところですね。具体的にはこう、例えばセンサーとかね、入れたりとか、あとはそのバーコードリーダーですね、ピッてやるようなやつとかを作ってたりとかいうことがあるみたいですね。で、工場というのは世界中にありますので、世界のね、いろんなところに支社があってという形で、そういうのをサポートしているというような会社です。で、この会社がね、何ですかね、高額商品なんでね、作り方、売り方っていうことになんねんっていうところなんですけど、結構ね、ここはね、飛び抜けた数字を出しているところがありまして、有名なのはね、多分ね、社員の平均年収とかの方が有名かもしれないですけどね、これが日本一と言われてまして、2000万と、100万とか2000、1900万とかあるかもしれないですけど、2000万あるというふうに、日本で一番の会社なんですね。そこからも分かるように、その利益がね、めちゃくちゃ出てる会社なんですね。で、実際ね、飛び抜けてるんですよ、利益率っていうのが。で、こういう電気機器っていうね、業界のところで、営業利益率っていうのは大体ね、6% ぐらいっていうふうに言われてるみたいなんですよ。分かりますよね、なんとなく物とか売ってるんで、その6%ぐらい出たら、そんなもんかなっていう感じするじゃないですか。それに対してこのキーエンスという会社は何パーかというと、54.1% なんですね。この2019年の3月期の数字によると、6% ですよ。平均 6% が 54.1% ですよ。ちょうど、10倍ぐらいですけど、ちょうど9倍かな。で、それが、このキーだけ出たとかいう話じゃなくて、ずっとね、10年とかそういうスパンでずっとこの利益率を出し続けてるんですよ。ちょっと信じられないですよね。平均 6% とか 54.1% ですよ。何回もちょっと言いますけど、僕もね、調べてて、この数字はやっぱちょっとすおかしいなとは思ってるんですけど。で、売上とかからね、原価とかを引いた粗利率は 82.3% です。82.3% ですよ。ね、物を売ってる会社でこの数字ね、凄まじいじゃないですか。僕たちのようなね、コンテンツビジネスというか、セミナーとかね、教材とか売ってるビジネスやったらまだね、わかりますけど、それでも 82% って結構いい方、かなりいい方なんじゃないかなというふうに思うんですけど、それぐらいね、物を売ってるにもかかわらず、それぐらいの粗利率を出しているという、なかなか驚異的な会社なんですね。
じゃあですね、なんでそんな高いね驚異的な利益率とか粗利率を出せてるのかというところなんですけど、ね、いろいろあると思うんですけど、その一つがですね、あのキネスが出す商品にありまして、キネスがね出してる商品、新商品ですね、新商品の7割が世界初とか業界初のものだというふうに言われてるというか、まあ、キネスのホームページにも書いてあるのでもう間違いないんですけど、新商品の7割が世界初とか業界初なんですね。まあ、なかなかね結構ね、ポイントになってくるところなんですけど、なんでこれがポイントかっていうと、まあ、一つ考えていただきたいのが、この高い利益率を出すっていうことは、まあ、基本的にはやっぱりね、その原価とかよりもすごく高い値段で売ってるからね、高い値段で売ってるからこそ利益が出るというところなんですけど、じゃあ逆にね、その値段が下がってくるっていうのはね、どういう時なのかということなんですよ、考えていただきたいのは。まあ、実際どういう時に値段がね、どん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 売り値がね、下がっていくと思いますか。例えばね、テレビとかで行くと、まあ、家電量販店行くとね、すごくこう、なんですか、めちゃめちゃ安い値段で売ってるじゃないですか。一昔前だったらね、20万とか30万とかしてたやつが、まあ今やったらね、そこそこ大きいテレビでもう5万とか出せば、まあ、まあ5万円台とかでね、売ってますよね。で、ちょっとちっちゃめのやつでも、ちっちゃめって言っても20何本とかね、そういったものでもう、であればもう3万円台とかぐらいからあるんじゃないかなっていうところなんですけど、まあなかなかね、まあ、とんでもなく安いじゃないですか。あれって作るの絶対めちゃくちゃ難しいですよね。技術とかから考えると、あの液晶にね、あんなテレビ電波キャッチしてねやるっていうことですから、でそう考えるとやっぱりね、技術がすごくね、高い技術を使ってるからって言って値段が高くなるっていうことではないっていうのがすごく分かりますよね。で実際ね、そのテレビとかで考えると、どういって、ね、流れでね価格下がってきたかっていうと、やっぱり中国とかね、そういった安い企業がいっぱい出てきて、ガーってそういう安い商品を投入していったから、やっぱり安くなったじゃないですか。でそう考えるとやっぱりね、その価格競争とか言われますよね。そう考えるとやっぱりね、この競争が激しくなってくると、やっぱり利益率がねぐーっと下がってくるんですね。でまあね、マイケル・ポーターっていうね、経営戦略とかのね、そのすごい権威の、世界的な権威の人がいるんですけど、この人も言ってるんですけど、ファイブフォース分析とかね、有名なフレームワークがあったりするんですけど、まあざっくりとそのね、競争が激しい業界というのは利益がねこう圧縮されていくと、で競争がねあんまりねない業界では利益がね高い利益出しやすいというふうにね、なんかあるんですけど、それをね、その業界がどういう競争状態になるかというのは、この5つの指標を見ればチェックすれば大体わかるみたいな、ね、そういうフレームワークなんですけど、まあ、例えば、まあ、買い手というか仕入れ先ですね、仕入れ先がすごく強いですね、ところであれば、このねこっちとしてはすごく利益出しにくいと、まあ、例えばアップルから iPhone を仕入れるってなると、やっぱりねその高い値段で買わないといけないなとか、あとはその納品先ですね、納品先の方がすごく力を持ってると、まあ、どうしても買ってほしいから安くでもいいから買ってくださいってなるとかね、あと新規参入がどうやとか代替品があるとか、まあ、そういうふうな5つの項目があるんですけど、まあ、その5つの項目を見たらどれぐらいね競争が激しいかというのは分かると、で競争が激しいとやっぱり利益がねぐーっとね抑えられてしまうというふうなっていうふうに言われてですね、まあ、そういうふうに考えるとですよ、でこのキーエンスが出している商品っていうのは、まあ、新商品はね7割世界初ですよね。世界初ということは、まあ、業界初ということはどういうことかというと、まあ、競争がないわけですよね。まあ、少なくとも新商品を出した時点では競争がゼロなわけです。なのでそのね、クライアント側というかお客さん側としては、その問題ね、その商品が欲しいと思ったらもうそこから買うしかないんですよ、選択肢が。でそうなると、まあ、高いもの値段がね原価とかから見て高かったとしても、もう欲しいんやったら買うんやったらもうそこしかないんですね。なのでやっぱりこう値段が高くても、まあ買おうかってなるわけですよね。まあ、極端な言い方をすると、まあ、例えばね自分がね病気にかかりましたと、で結構珍しい病気ですと、でそれをね、治せる人は、まあ、見つからへんかったと、でよーく探してると日本に1人とかね、世界に1人だけいました、治せる人がね、でその人のとこ行きましたってなったら、でもう、ね、その人が高い値段言おうが安い値段言おうが、もうそれをね治したんやったらもう払うしかないっていう状態ですね。まあそれにそんなような状態になるわけですと。なのでもう高くてもね買いましょうっていう話になるわけですね。じゃあどうやってね、そんなキーエンスがね新商品をどんどんね業界初と言われるような新商品ですね、新商品の7割が業界初なわけですから、そういったものをねどんどん開発して、しかもしっかり売ってるのかと、で高い利益をね、利益率をとんでもない利益率を出してるのかというところなんですけど、その最大のポイントが営業法にあるというふうに言われています。営業法ですね。で僕たちね、セールスとかマーケティングとか学んでるものにとっては非常にラッキーな結論なんですけど、営業法というふうに言われてるんですね。で具体的にどういうことかというと、そのね、お客さんに対して、まあ、徹底的にヒアリングするんですね。でヒアリングをして、まあ、どんな悩みを抱えてるのか
とかですね、まあ、どんな、ね、問題を抱えているのかっていう把握して、じゃあそんな問題とか悩みを抱えているんやったらこの、ね、こんな商品を作れば解決するよねということで、ちゃんと商品を開発して提案していくということをやって、この、ね、とんでもない高い利益率を出しているということなんですね。じゃあですね、僕たちがこのキーエンスから得た、ね、教訓をどうやって使っていくのかというところなんですけど、まあいろいろあると思いますけど、まあその一つがですね、まあそのまま使うということですね。まあお客さんとね、からきっちりヒアリングして、お客さんの問題とか悩みとかをしっかり把握すると。で、その上でお客さんにぴったり合った商品とかサービスとかを提供していくというような方法ですね。で、その時の、まあ、商品というのは、ね、キーエンスは新商品出しているということがありましたけど、僕たちがやる場合は、新商品やったらね、ベストですけど、まあオーダーメイドにするという方がすごくやりやすいと思います。お客さんがね、抱えている問題に対して、まあ普通の商品サービスではね、完璧にぴったりやというふうなものではないというような時に使いやすいですけど、なんかね、商品、サービスを追加したりとか、そういった形で、これはいらんなとかね、省いたりとかして、独自のものを作るということですね。で、それを提案していくということをやれば、高単価が取りやすくなるということですね。で、まあ、オーダーメイドのね、商品を作るの難しいということであっても、追加のサービスをね、ちょっとつけたりとか、まあ、なんか特典つけたりとかね、お客さんのね、問題にぴったり合った形にしていくというような、ね、方向性でいろいろ考えてもらうと、それでもね、競争のレベルは下がってくると思いますので、お客さんはね、他にね、同じようなことを提案してくれるとかないとか、ホームページとかね、いろんなところ探しても、まあ、そういうふうなことを言っていることはなかったなとか、まあ、自分とね、のことをすごく理解してくれる人は、ここしかないなと、こんだけ理解してくれるのはね、ここしかないなということで選んでくれるということにもなりやすいですね。まあ、競争のね、レベルが下がってくるので、まあ、それやったら高いね、多少高くても、まあ、いいかというふうになって、お金払ってくれやすくなるということですね。まあ、お客さんにとって価値ですからね、それは。で、他にもですね、まあ、僕が、まあ、今のはどっちかというと、ね、商品で差をつけるという方法でしたけど、小さな会社がやりやすい別の全く別の、ね、方法としては、やっぱ人で、ね、差別化していくということですね。競争をから離れていくという方法があります。まあね、そのまあそうですね、いろんな方法があるんですけど、例えば僕がね、司法書士を昔やってましたので、それでね、自分で事務所やってた時ということでいくと、お客さんともう一人でやってたね、基本的なね、よく喋るわけですよ。で、話をして、で、まあ、はじめ相談を受けるわけですね。で、いろいろね、こう、話を聞いてて、じゃあ、こういうふうな形でね、やっていきましょうかというような形でね、営業じゃないですけど、相談を受けて、まあ、依頼を受けるという形でやってたんですけど、その時にお客さんから、まあ、ちょこちょこ言われたのが、まあ、こんなね、ちゃんと話を聞いてくれて、やってくれるっていうところは、まあ、他にないから、もう、あなたに頼みたいみたいな形でね、言われることがあったんですね。で、僕らの業界って、なんか、司法書士とか弁護士とかって、なんか、こう、ちょっと先生なんで、ちょっと話しづらいとか、ちょっと上からこうドーンとね、こうやったらいいんですよみたいな感じで、もうそんなダメですよみたいなこと言われそうっていうね、イメージが結構強いっていうのもあって、まあ普通にね、僕はセールスとかを学んでたので、どっちかというとセールスのつもりでね、相談、お客さんのね、ヒアリングして、じゃあそのニーズに合った法律的な解決はこれやみたいな感じでやってたので、まあアプローチが違ったんですね。なので、すごく話しやすいし、本音で話せるから、もう頼みたいんですっていうような形で言われたこともあったんですね。まあこういった形で人で差別化していくっていう、もうあなたに楽しみたいんですってなってしまうと、人っていうのは一人しかいないので、あなたに頼みたいってなった瞬間に、もう基本的にはね、競合っていうのはいなくなるんですよ。なので非常にやりやすいものになります。まあ、社長さんでね、小さな会社やっておられる方で、まあ、トップ営業マンっていう方はね、非常に多いと思いますので、まあ、あなたに頼みたいんですっていうようなことを狙ってやっていくというのもあるかなというふうに思いますね。で、実際 ね、僕ら小さい会社っていうのは、お客さんとね、直接話すケースってすごい多いじゃないですか。まあ、で、女優企業の、ね、社長とかであれば、お客さんと話す機会はほとんどないと思いますけど、小さい会社というのは、ね、そういうことをやる機会があるので、まあ、お客さんの情報とか、お客さんの、ね、悩みとか問題とか、非常に集めやすいというか、ね、どういうふうなことで悩んでるというのが分かりやすい立場にいるので、そこはすごく有利なポイントなんですね。なので、そこを生かして、そのお客さんに対して、ね、オーダーメイド、そのぴったりの商品を作っていくと。で、その代わり割と、ね、高単価 のサービスを提供していくというのが非常にやりやすいんじゃないかなというところですね。で、今日の話をまとめると、競争のない状態を作れば利益はどん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 上がっていくということですね。まあ、キーエンスはね、平均の、ね、営業利益が 6% やとかな、6% のところが 54.1% というね、驚異的な9倍ですからね、なかなかとんでもない数字出ているので、まあ、それくらいまでめちゃめちゃ突き詰めればいけるということですね。まあ、2倍、3倍でもね、結構十分かなというところであるんですけど、まあね、そこぐらいまではいけると、夢のような話ですね。で、実際小さな会社が実践していこうというふうに思うと、ね、やり方としては、お客さんに、ね、徹底的にヒアリングをして、で、
ね、そのお客さんの条件に合ったぴったりの商品やサービスをオーダーメイドとか、まあ、カスタマイズの商品として提供していくというのが、まあ、効果的な方法としてありますよと。あともう一つ別の方法としては、あなた自身ですね、あなた自身にやってほしいというふうに思ってもらって、まあ、そのね、競合を排除していくと、競争の状態から抜け出していくという方法がありますよということですね。まあ、もちろんね、この2つの方法を併用して合わせ技でやってもらうのも非常に効果的です。はい、以上が今日のお話になります。はい、ではですね、少しでも参考になったという方は下のところからね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなど、あなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。